はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシトです。今日は桃を入れたアレンジメントを皆さんに紹介します。作り方を教えます。僕は桃って言うとこうドーンドーンバーンシュッみたいなね、こう N スタイルのかっこいい桃を作るんじゃないかと思ってる人多いと思いますが、今回はブリッブリな桃のアレンジメントを作っていきます。もう超可愛いやつを作ります。なので最後までご覧ください。では珍しいフラワーアーティストシングブリブリアレンジメント。でもね、一つ言っておくけど、僕はブリブリ大好きなんです。かっこいい系好きだと思ってる人は、まあ、もちろんかっこいい系も好きなんですけど、ブリブリも大好きなんです。僕はオールマイティなんです。では行ってみましょう。どうぞ。ブリブリアレンジメントはこちらの器に作っていきます。ではブリブリです。はい、では始めていきます。まず最初にこの桃を入れていきます。桃はね、こういう風に結構長くて細長くついてるんですね、枝に。なので桃のお花の綺麗そうなところを頭にして、このように短くカットしていきます。でつぼみはね、必ず咲くから、なるべくつぼみをね落とさないように、カットしていきましょう。そしてカットしたらですね、このように刺していきます。で今回は本当にこうブリブリにしたいので、こう短くね、短く密集させて刺していく感じにします。少しね、こうグリーン、レザーリファンでファンデーションワークをしていきます。はい、こちらでレザーリファンが入れ終わりました。そしたら次にこのアリアムコアニーをね入れていきます。アリアムコアニーも今回はラインを出すんではなくて、ちょっとこう白いお花をね、ここに密集させるような感じで使っていきます。はい、これでアリアムコアニーが入りました。次にこのスイートピーを入れていきます。スイートピーはこの密集してるこの3輪とかは一緒にカットします。でこう飛んでるね1輪ずつとかはもう1輪ずつにこうカットします。これがねブリブリに刺す秘訣なんで、ここを覚えておきましょう。ガーベラを刺していきます。ガーベラは毎回お話ししますが、中にワイヤーを入れて刺します。はい、次にこのね、コデマリを入れていきます。
はい、こちらで完成です。では正面そして上から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。なんか桃が見えなくなっちゃったんじゃないかと思ってる人は、結構ね、こう中にこう見えてるんです。それで中でこう咲いた時にすごいさらにこれ可愛くなります。で今回あえてアクセントラインとかそういうものは入れてません。本当にこう桃が純粋にこう咲いた時にすごい可愛くなるように仕上げてあります。ではですね、また今度はラインで見えたかっこいいアレンジメントかもしれないし、またプリプリアレンジかもしれません。また次回。レッスンします。See you next time.